はい、おはようございます。令和3年2021年の6月10日木曜日です。さっきまで寒かったけどだんだん暑くなってきました。早いですね。おはようございます。で、なんと梅雨らしい梅雨が来たか今かわからんずくになんか梅雨が明けたような。来週はねちょっと雨っぽくなるのかな、どんなかでしょう。関東はまだ梅雨入りしちゃせんというか、いずれにしてもですね、異常気象ではなくて正常気象です。今の地球環境、我々日本を取り巻く海と大陸の環境がこういう気象条件を導き出してるというだけですね。でプラスチックのレジ袋有料化して治るかアホか。実際に起こっている現象は砂漠化ですね。大陸の砂漠化、当然海にね海洋中を浮遊する、海洋表面を浮遊するプラスチックが熱を吸収しちゃって、海洋の深層部に光が届かない、熱が届かない、で海の海水温の冷たいところと暖かいところの差が極端にできる、あと大陸ですね、中国大陸の砂漠化で、どういうこと起こるかというとね、砂浜行ったら分かりますね。夏裸足で砂浜歩いたらあちちちちあっという間に温まります。で夜になるとあっという間に冷えます。水だとかね空気を保持してる土やとそういうことは起こりにくいんですけどね、温度変化が緩やかになりますですけど、極端に暑くなる、極端に冷たくなるというので、空気の流れだとか水蒸気の流れが極端になって、極端な気象現象というのが起こります。ので必要なことはですね、お隣の国の土地と国民が豊かになることです。特定のね何ですかね、富裕層の人が豊かになる、特定の国が豊かになる、おはようございます。お金持ちが豊かになる、そうですね、極端化だね。やっと争い事が起こったり、何ですかね、極端な気象現象、異常気象みたいなのが起こるよというので、分かりやすいかもしれません。で少しね取り留めもない話をしました。今日はおかしいね、スクミリンゴ貝ジャンボタニシの話をしようかなと思ったんですけれど、ジャンボタニシでもねどうやったらジャンボタニシが繁殖しやすいのか繁殖しにくいのかっていうね実験、自分も何年やったんだ、随分やってきました、失敗もいっぱいしましたですけど、ジャンボタニシの話聞きたいですかね。おはようございます。いらっしゃい。ジャンボタニシどうやったら、たくさん繁殖するのか、腐敗した有機物っていうのがね、餌です。で、掃除虫っていうか掃除虫ですね。で腐敗した有機物とあと、腐りにくい稲、元気な稲ってどんな稲、自分の力でねしっかり、光合成の能力が高いとかね、無肥料でね苗作りしたら、とっても食べられにくいです。肥料栽培の苗っていうのを買ったことが1回だけあるんですけれど、見事に全滅しました。びっくりしました。こんなに違うがっていうぐらい違います。で赤土だけでね、赤土、pH の関係もあるき赤土じゃない方がいいかもしれんがやけど、単なるね無肥料の土だけで、育てた稲苗でね、僕はずっとミノルのポット式苗でやってましたですけれど、1.5 用以上ですかね、のしっかりした苗を育てて、水管理をきちっとすれば、あとあれや、あと土もあれやね
腐った土を腐った土水をどうやったら作れるかの逆をやったらええだけですので、詳しくはねこの朝の辻出しで話しちゃったら辻出し動画が1時間にも2時間にもなってしまうというところで、もっぺん校長グレーテンするんだよ。いらっしゃい。